冒険家の皆さん、こんにちは。今日はですね、ズームの会、アカウントを作るところをちょっと、録画してみたいと思います。ただこれですね、僕もいつもやって慣れてるっていうわけではないです。解説っていうのは、そんなに何回もやるわけではありませんから。ですから、ちょっと、もたもたしてしまうところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。昨日ですね、この学級閉鎖対策としての初心者のためのズーム入門という、ブログの記事を書きました。で、この中にですね、どうしてズーム、教室の代わりにズームを使えばいいのかというような理由を書いたりしていますが、ここでですね、教師はアカウントを作らなければいけません。学習者はアカウントは必要ありませんけどね。で、ここから、ここにですね、サインアップのページがリンクしてあります。では、まずここから、アカウントを作ってみましょう。はい。今、Zoom のサインアップのページを開いているところですね。ここに仕事用メールアドレスっていうのがあります。個人のですね、Gmail はもう登録してしまっているんですけど、仕事用の、メールアドレスは、Zoom でのアカウントとしては使っていないので、ちょっとそれを入れてみたいと思います。よしふみ村上アットマークの、ガバメントアルバータ州のカナダ。ちなみにですね、日本の政府関係者とか、ここはカナダですけど、要するに、海外の、政府関係者の間では、日本人は名字を先にするようにという、通達が出てですね、来年からは村上義文というふうになるはずなんですけど、あとかもう今の時点でそうなんですが、これを作った時はまだ、それが出ていなかったので、ファーストネームが、個人名になっています。はい、それ関係なかったですね。はい、じゃあサインアップをします。はい。メールを送信しましたか。はい、じゃあ、ちょっとですね、確認しなければいけないですね。はい。そうすると、個人の僕のですね、他の人が送ったメールのタイトルが、皆さんの目に入ってしまうかもしれないので、そこは後で削除することになるかもしれませんね。はい。今、Outlook を立ち上げています。とっても遅いアプリです。はい。いいんですけどね、しょうがないけどね。はい。はい。今来ました。はい。ズームアカウントの何かが来ていますね。オアはいっぱいなんか来ていますけど。ここで、ズームの、これ録画されてるのかな？されてないのかもしれませんが、サインイン。これを、クリックしますね。あ、ちょっともう一回こっからやってみましょうか。はい。今、アウトルックを。ごめん。はい。じゃあここから、再開しましょう。はい。今、アウトルックで、ズームから来た、メールを開いたところですね。はい。リンクをブラウザに貼り付けてください。本当？これでいいの？まあ、いや、これをじゃあサインインをクリックしてみます。これと同じですよね。でも本当に、こんな簡単な、あれでいいのかな。まあ、いいや。はい。ではこれをサインインを、クリックしました。はい。そうすると、また、今、Chrome に、パスワードを入れなきゃいけないのか。ですね。じゃあ、はい。メールアドレスを入れて、よしふみ、村上、ガバメントオブアルバータのカナダ。パスワード、こうって、今、オッケー。あ、大丈夫、大丈夫。はい。これ映ってないから大丈夫ですね。でも、ちょっと文字数が映っちゃいますね。はい、これでいいかな。
はい。で、これでじゃあサインしてみましょう。はい。はい。でもこれで、僕の、僕のですね、仕事で使っている、アカウントでの、ズーム、仕事で使っているメールアドレスでの、アカウントが新しく作れたところです。本当に簡単でしたね。仕事用のメールを、入力して、それで、そしたら僕の仕事用のメールに、確認のメールが届きますから、その中にあるリンクをクリックして、そして、ここを見るだけです。はい。とても簡単でした。で、今ここに開いている、これですね。これが、もう最初から割り当てられている僕の、パーソナルミーティング ID というものですね。はい。で、これをですね、例えば、コピーして、ペーストして、ペースト&ゴートゥー。はい、これでいいですね。はい。でですね、初めて、これを開くときは、ここでですね、このダウンロード、ちょっとした本当に小さい、アプリがダウンロードされて、それでこういうものが立ち上がります。はい。でもすぐに、こうしてですね、ズームが始まるわけですね。本当に簡単です。で、今ですね、僕はこっちのルームの方でここにカメラを使っているので、多分ここはオンにできないんじゃないかなと思います。あ、オンにできないですね、やっぱりね。はい。cannot start video って書いてある。はい。ですが、ルームを閉じれば、普通にここにビデオが、このボタンを押せば、ここに僕の顔が映ることになります。マイクはもう今動いてますね。ですので、今この状態で少なくとも音声だけならもう他の人と話ができるという、そういう状況になっています。はい。はい。それでは、これでですね、ズームのアカウントを開設する動画を終わりにします。失礼します。